馬愛白は、新末民発の教育家。新朝の養務派官僚として知られる馬立ただは、弟である。縄立つね、後に僚と改めた。字は、愛白、小白、白など。番号は、花風老人。クリスチャンネームはヨセフ。カトリック教徒の家庭に生まれた。11歳で、イエズス会が運営する上海のイグナチオ工学に入学した。 1862年に、イエズス会に入会し、哲学、文学、天文学を学んだ。1869年、神父となり、暗記小戦場やチャンス小南京、助手一体で布教を行った。1872年、イグナチオ工学の校長となるが、外国人宣教師の厄神にあって、1876年にイエズス会を脱会した。その後、 兄の馬立ての勧めで、李工省の幕僚となり、三島省の工業の調査を行った。1881年より、中日公使館の三々となり、翌年からは朝鮮に赴いた。1885年から、台湾巡部、劉明殿の幕僚となった。1892年から再び、日本に赴任し、長崎や横浜の領事館、公使館の三々となった。 1903年には、新丹学院を創設した。1905年には、玄福と共に、副大工学を創設し、自ら校長となって、海木と小力子らを教授に招いた。また、花草治虫のともに、北京公共大学を設立し、これは後に、婦人大学と改名された。他に、北京マスネ受校も創立している。1912年、 中華民国が成立すると、チャンス都督府外務市長、北京大学校長代理などを歴任した。1920年に引退し、キリスト教の書籍の翻訳に没頭した。さらに、最高学術機関の創設も構想したが、これは、友人の教育者、蔡玄梅により、1928年に中央研究員として実現した。1931年、 満州事変が勃発すると内戦の停止を呼びかけ、1935年に中国共産党が8.1宣言を発表すると、陳秘史樹、ス数島分らと上海文化会嗅国運動宣言を発表した。翌年、総慶霊、何工業らと全国各界嗅国連合会執行委員に選ばれた。1937年、南京国民政府委員となった。 1938年に、昆明に避難する途中に、ベトナムで病にかかり、翌年に死去した。ありがとうございます。